どれだなったんですかこれ箱。この箱だけね。なんで、あ、そういう荷物運ぶ件全部ジョルダンにしてるんですか。全然じゃないけど、これだけ何本か買うって言ったのに、はい、本だけジョルダンってもらって。これ結構新しいですよね、まだ。まだヘッドも。ヘッドはこれもう、あれ、最初の時の。あ、マジっすか。めっちゃなんかピカピカ。ピカピカっす、なんか。いや言わんぞ、そんなこと。みんな綺麗しますね、やっぱトレアジャパンの人。すんのこれ、うん、これえ、あ、そうなんすか。これ切り離すんすか。いや、とりあえずこのままですね。とりあえず今ちょっとヘトヘトでヘトヘトお疲れです。ちょうどフル稼働やったんですよ、乗り換え。乗り換え久しぶりですね。え、今日来るんやったんですね。昨日だったんですけど、昨日来とって、ちょっと明日ミヤタン来るって言ったから、もう明日夕方なら行けるなと思って夕方。ああ、多分昼一回帰ってきたんですけど、あの時間なかったですか。もうなんかいろいろ何時頃帰ったんですか。いや、一回昼前ぐらい帰ってきたんですけど、まあ、乗り換えとかちょっと廃車変わってちょっとバタバタしてバタバタしちゃった。そう、乗り換えて僕も走らなあかんくなって。そうなんですよね。今帰ってきて、今から終了点です。じゃあ天候したらまたインタビューお願いします。あ、おらっしゃ、はい、待ってきます。汚れてますですか。うわ、俺容易れんわこんなとこ。右バックで、あっちかなりギリギリかにゃで、あっちが変わった、ミラー変わったらもうグイッと入れにゃいけんわな、こっちを一気に。すげえ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 なー、すごい。ヤッホー、宮田だよ。にゃか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 バーン。今日はですね、今ホイールを磨いてますって言いたいとこなんですけど、これね、実は言うと柴田社長の社長号なんですよ。この柴田社長のこの社長号、なんと今日はね、後ろのシャーシのホイールを今磨いている最中ということでね、はい、で現にね、今柴田社長いてないんですけど、あの向こうの方でね、今ちょっとあのコーヒー飲んでるというか今休憩してます。はい、まあ、こんな感じでね、結構この辺も磨き終わってるんですかね、結構綺麗になりましたねこれ。だ、結構あの元々がこうで、ね、こう磨いてない状態からまあここまで磨き上げたってことでね、めっちゃ綺麗でしょ。でこれ多分まだまだもっと磨くと思うんで、はい、でヘッドの方はね、やっぱ社長号なんで、やっぱボルボですね。ね、こいいですね、ボルボ。ここにちょっとあのね、柴田社長のね、あのこのあの使ってたこのね、軍手がねあります。はい、ちょっとあのね、柴田社長の軍手ね、汗と水のね、結構あのもう今触ったんですけど、あの頑張ってる感が、汗びっしょりでした。はい、そうです。これね、あの柴田社長が使ってたこの、磨いてたこの軍手、これをね、先着、2名様の方にね、あ、でもあれですね、あ、2個あるからいけるか、先着2名様の方にね、この柴田社長が使ってたこの軍手をプレゼントということでね、欲しい方はあのコメント欄に、書いてください。はい。ちょっとあの柴田社長の私物チェック的な感じでいきましょうか。開いてんのかな。
あ、開いてましたね。開いてましたね。ちょっと、勝手に、ちょっと、私物チェックで、社長号は、どんな感じでしょう。お、社長さんの、ボルボですね。勝手にチェックですね。あ、やっぱり綺麗にしてますね。広いし。そう。あ、ちゃんと靴も、ドキンでやってますね。はい。よいしょ。なんかあれですね、ちょっと、オチが欲しかったですけどね。よいしょ。はい、ということでね、今日はね、社長のね、ボルボ、ちょっとね、いろいろ磨いてるとこ、取ってきたんですけど、ちょっとガサ入れみたいな感じで、中をね、ちょっと、なんか私物で面白いもの乗ってないかなと思って見たんですけど、何のオチもないっていうね、何のオチもないっていうね、至ってきれかったっていうね。はい。で、この後もね、社長ね、今向こうに座ってるんですけど、めっちゃこっち見てるんですよね。めっちゃこっち見てるんやけど、まあ、とりあえず、また社長のね、今後、柴田社長のなんとね、トレーラーバッグが見れるっていうことでね、まあ、次回の動画、その次になると思うんですけども、また柴田社長のトレーラーバッグがあるんで、ぜひ見たいという方はね、コメント欄に書いてください。柴田社長のバッグが見たい方、コメント欄に。あと柴田社長が使った軍手が欲しい方は先着2名様で、コメント欄に書いてください。はい、置いておきます。はい、ご視聴ありがとうございました。いいですね。これ上のライトは、あ、でも向こうの付装とかついてますね。あるんだから。はい。最初、一番最初に来たのが、はい、山地さんでうちの大先輩が乗ってるやつですけど、はい、あるの、グラインド立てる。あ、グラインド立てるやつ。はい。あれ来た時に、はい。何このもうドキモドキ、ドキモドキ。いや、社長これ金かけすぎちゃう。はい、で。あ、今はもうグラインドタトゥーはなくなって、これが主流になってきたんですか。あれだけはもう特別。はい、そうなんですね。いいですね。ちょっと日野より前だ、そうか。ちょっと押し出し感出すために、あらあらーい、はい、OK です。はい、いいですね。左バック。すげえ、左バック。うまいなー、やっぱ。うまいなー。いや、うまいなー。うまいな、やっぱ。